環境問題を題材にしていたり、喋りまくるキャラなどの天元らしい独自性はあるものの、操作性とバランスの悪さでアクション部分が残念な出来。カプコンの名作アクションをセガの看板クリエイター中裕司氏が移植。この時の経験が後にソニックを生み出す原動力となりました。動きやセリフ、世界観がシュールでバカバカしい。ナンセンスで味のあるアクションゲーム。ただし、ゲーム自体は単調で大味です。レビューでは酷評されていましたが、第1回の読者レースでトップとなるなど、ユーザーからは非常に高い評価を受けました。エレクトロニックアーツが日本に送り込んだ第2のソダン。専門誌の投稿レビューで、まさにドラ、クソ、スと言われてしまいました。
名作アクションを手掛けたトレジャーが、初めて自社ブランドで販売したゲーム。武器で属性が変わるギミックは、後のイカルガにつながりました。ギター型の銃で敵を撃ちまくるミュージカルアクションゲーム。しかし、陰険なトラップや敵の配置でストレスの溜まる作りになっています。諸事情でソニック3から分割されての販売に。苦肉の策として3と合体させる特殊な形状のカートリッジになりました。必殺シリーズを題材にしたアクションゲームだが、登場するキャラは少ないし似ていない。次世代機なのだから実写取り込みと音声くらいは欲しいです。好みのコントラスピリッツを手掛けたスタッフが独立して設立したトレジャーのデビュー作。それだけにド派手で痛快なアクションに仕上がっています。
敵の攻撃が苛烈で、難易度が異常に高い上に、コンティニューが2回しかない。中盤に縦スクロールシューティングもあるが、そこまでたどり着けません。当時、セガの続編に当たりなしと言われていたジンクスを打ち破った名作。前作よりも、ギャラと技が増えるなど、大幅にグレードアップしました。重たい動きや劣悪なゲームバランスで、元のアーケード版からして残念な出来。これを移植したタイトーの戦略自体に疑問が呈されました。諸事情で未完成のまま発売されたソニックの3作目。そのせいでボリューム不足と擦り切れ感はありますが、ゲーム自体はさすがの出来。タイトル通り、お粗末でハチャメチャな出来と揶揄され、あまりの出来に、原作者の赤塚不二夫がセガに怒鳴り込んだ、という都市伝説も生まれました。
空前の大ヒットを記録したソニック・ザ・ヘッジホッグの続編、スピンダッシュという技が追加され、そのスピード感にさらに磨きがかかりました。Bメガの名物コーナー読者レースで最下位に君臨し、あまりにも突き抜けたそのダメさ加減から、メガドライバーたちに愛された伝説的クソゲソニックの生みの親の中裕二氏がサターンで開発した渾身の傑作フライトアクション、 3D 仕立てですが、基本はサイドビューのアクションです。アダムスファミリーらしさのかけらもない普通のアクションゲーム。体力制ながら、敵と接触すると無敵時間もないので、ゲージをごっそり持っていかれます。世界的大ヒットとなったソニックシリーズの第1作目、
近年でも映画が大ヒットするなど、そのキャラクター人気は今も衰えていません。Yeah.